87ギブソンレスポールスタンダードの認可されたケーラートレモロシステムケーラートレモロシステムはカム操作のビブラートアームシステムを備えたエレキギターブリッジの名称であるオリジナルのフラットマウントモデルとスタッドマウントモデルはデイブストリによって発明及び特許化されゲイリーコラーにライセンス供与されましたゲイリーコラーは1990年代に主な事業を ゴルフクラブの製造に変更しましたが、2005年4月からブリッジ製造に戻りました。デーブストリはダバギターピックのラインを発明し、特許を取得し製造しました。カムとサドルには、真鍮やステンレスコーなど、いくつかの種類があります。ステンレススチールモデルは1985年より販売されました。アルミニウムカムは2004年に発表され、2005年に、 リリースされました。現在の OEM モデルである2310はアルミニウム家具を使用する唯一のモデルであり、部品は交換可能ですが、新鍮ローラーを提供しています。スチールローラーでも使用できます。コラーは低温トレモロシステムも作成します。2005年に帰国後にケーラーが販売した最初の2つのブリッジは2410のバストレモロでした。 ギブソン・デス・ポールなどアーチトップのギターは2300シリーズのケーラートレモロを適切に取り付けることができず代わりにスタッド付き2200シリーズを使用する必要がありました。1980年代中頃からケーラーが1990年代初頭に生産を停止するまでの期間、ケーラーはトレモロのフロイド・ローズブランドに似た視点ベースのシステムも生産していました。 1600年代後半に2600のスティーラートレモロはフロイドローズからケーラーにライセンスされました。2500および2520はストックのフェンダートレモロシステムの代替として設計され、1980年代にいくつかのフェンダーで提供されました。現在、ケーラーは視点ベースのトレモロを生産していません。ニールモーザーは多くのモデルで ケーラーブリッジを提供しています。ジャクソンおよび ESP カスタムショップでは現在、カスタムオプションとして、ケーラーを提供しています。ESP と BC リッジは、それぞれ手頃な価格のジェフ・ハネマンとケディ・キングの、署名モデルで、カーラーエクストレムも提供しています。ESP と BC リッジは、両方とも EMG ピックアップを備えたリミテッド j h や BC。 リッチウォートライブなどのミッドレンジギターでコラーハイブリッドモデルを提供しています。ギブソンはギブソンシュレッド X エクスプローラーやギブソントライバルエクスプローラーなどの限定版ギターにコラーシステムを組み込みました。PB p b の PXD ボイド3よび20-33ギターにもコラーシステムが採用されています。ガスケルギターズは左利き用と右利き用のギターに適しているため、 全てのコラーモデルをカスタム左利き用のギタービルドで提供しています。ありがとうございます。